ラクレスによるバグナラクとの和平同盟、利害が一致したカグラギとジェラミーはラクレスに着いた。一方、15年前、極寒の全王を暗殺した男と神の怒りとの関係を暴いたリタとヒメノ。その最中、ンコソパにはバグナラクが攻め入ったとさ。ンコソパも和平に加われ、そうすればバグナラクは撤退する。ふん、和平ね。俺にはてめえがバグナラクに魂売ったようにしか見えねえけどな。条件はたった一つだ。ひざまずけ、ヤンマガスト。シュゴッダムに忠誠を誓うのだ。これが答えだ、スカポンタヌキ。バカ、生きてんのバレんだろ。耐えられるか。ラクレスもザコどももまとめて潰す。ふん、ふん、ふん、たく、ラクレス、和平条約はどこへ行ったのかな。何のことだ。我々はバグナラクの侵略行為に一切介入していない。なんと凛々しく王し、古の英雄よ。これで人間たちは間違いなく虫の息ですね。楽しみですね。蘇る時だ、大ゴーグ。代わりにバグナラクはシュゴッダムへの不可侵を約束した。おっと、そこは人類の間違いだろう。シュゴッダム、すなわち人類だよ。ヤンマの不遜な態度を見たろ。愚かな王は自ら国を滅ぼす。だから私が地球を統一する。それが平和への最善手だ。そこで待ってろ。すべてを滑る王を語れるのは俺だけだ。宇宙の片隅の惑星地球、5つの王国が治めるこの星に巨大な危機が迫っている。これは平和を守る王たちの物語、そして王になる男の物語である。現在に背を向けて僕ら走る、全力出して生きなきゃ張りがない、さらけ出し燃やして迷いを、救急玉と逃げた盤面の隅飛び上がり起死回生のジャン、罪はなぜかって反逆者どもの子供よ、真っ暗闇跳ね飛ばし戦って立ち上がり、してバトグラグラ鼓動跳ね上がって、こんなもんじゃ足りない、なんだってありじゃない、刃まやがった体が生命体だ、時代時代壊してさ、高い高い世界でさ、キングオブキング、君が全てを変える王になる、キングオブキング、未来が騒ぎたいと思ってる、一切の退路を断つ悲しみを支配する王者、最新話まで全話見るなら再現戦隊ブンドドジャー、それもだが東映特撮ファンクラブテラサで。今日の放送をもう一度見るなら再現戦隊ブンドドジャーで、あとアメバ TVer で。あ、見ていただきたい。
毎週再現作るの頑張ってるから、こっちも見てね。